皆さん、こんにちは。こんにちは。マザーハウススタッフの富山です。佐藤です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。最近また一段と季節が暖かくなってきましたね。はい、そうですよね。このどんどん暖かくなってくる季節、はい、ちょっと頭にちらつくのが母の日のギフトかなというふうに思うんですが。そうですね、もうすぐですよね。ね、母の日、毎年一回必ず来るとは思うんですけども、いつも決まったギフトがあるよっていう方も、毎年なんじゃうんだよねっていう方もいらっしゃると思うんですが、ギフト選びって本当難しいですよね。本当ですよね。そう、多分悩む方多いかなというふうに思うので、今回はマザーハウスの商品から4つ、はい、ご紹介していきたいなというふうに思うんですが、はい、いろいろマザーハウスバッグとかストールとか、うん、いろいろカテゴリーを取り扱っているので、その4つの中でも4つのカテゴリーに分けて今回はご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では今回4つのテーマに分けてご紹介いただけるとのことだったんですが、はい、早速1つ目のテーマからご紹介お願いします。はい、1つ目のテーマがこちらです。じゃじゃん、はい、いつもより特別な母の日にバッグを贈ろうです。母の日って毎年来ると思うんですけど、はい、今年1年間お母様になかなか会えなかったっていう方ですとか、うんうん、あとはお母様が還暦を迎えるとか結婚記念日の何周年とか、ちょっと特別な1年の母の日として選んでいただきたいなというふうに思って、こちらの収穫バッグを選ばせていただきました。すごい可愛いですね。もう見た目からもとっても華やかで、送る方もワクワクしちゃうんじゃないかなと思うんですが、どんなおカバーになっているかご紹介お願いします。はい、こちらの収穫バッグですね、ちょっと見た目はこんな感じでコロンとした巾着用のような形になっているんですが、持ち手の部分のここをこう長さを変えてちょっと持っていただけたりして、こんな風に肩掛けのおカバンですとか、あとはこうトートバッグみたいな感じで、こんな感じでトートバッグみたいにして持っていただけるようなおカバンに、はい、なっています。なるほど。お色味も何展開かあるんでしょうか。そうなんです、お色味はこちらのピンクとホワイト、あとは黄色、全部で3色の展開で作っています。なるほど。中もちょっとこれ花柄になってますかね。そうなんです、そうなんです、こんな感じでお花柄になっていて、ちょっと開けた時も可愛いなっていうのと、物の出し入れした時なんかも少しこう使ってくださるお母様ワクワクするんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。やっぱりお母様世代になると機能性ももちろん大事ですけども、やっぱりお母様にいつまでも可愛くね、綺麗にいてほしいっていう方多いかなと思うので、こういったちょっと華やかなギフトで気持ちを上げていくっていうこともすごく大切なんじゃないかなと思いました。うんうん、あとはやっぱりレザーのおカバン商品になるので、ずっと長く使えるっていうのもすごく重要かなって思うのと、はい、特別な母の日にっていうことだったので、兄弟の皆さんと一緒にギフトとしてとかっていうのもすごくいいかなと思いました。素敵ですね。ねえ、ありがとうございます。はい、では次のテーマご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、次のテーマはこちらです。じゃん、春の装いに華やかさをプラスするストールを贈ろうです。なるほど。はい、今回ご紹介するのがこちらのリネンストライプストールになるんですけれども、うんうんうん、はい、こちらなんとマザーハウスの商品の中でも母の日ギフトとして一番選ばれている商品になっています。心強いですね。そうなんです。はい、見た目すごい素材感としてもとても涼しそうなお素材ですけども、うんうん、どんな商品かご紹介いただけますか。はい、こちらですね、はい、麻 100% のストールになっていまして、このなんといっても名前にも入っているストライプ柄が特徴になっています。綺麗ですね。そうなんです。はい、で麻なのでちょっとシャリシャリ感が出て、すごいこれからの季節使いやすいんですが、こうくしゅっと丸めて一周こう巻いてあげるだけで、うんうん、分かりますか、このストライプがすごい綺麗にアクセントとして出るので、うん、顔周りちょっとパッと華やかな印象を与えてくれるかなというふうに思います。はい、はい、こちらのリネンストライプストールはこちらに出ている3色展開での、はいはい、お作りになっていますので、お母様のお洋服の装いだとかお顔立ちなんかに合わせてお色に選んであげたらより素敵かなというふうに思います。なるほど。結構ストールって母の日のギフトとしては定番なアイテムかなと思うんですけども、うんうん、このお色味のストライプの感じだったりとか、はい、お素材のところだったりとかっていうところがポイントっていうことですね。はい、そうなんです。はい、あとは特にこれからの季節、やっぱ日差しがどうしても強くなってくるかなというふうに思うので、首元に1枚ストール巻いていると、それだけで日焼け防止に
なってくれるっていうのと、はい、あとこのリネンの麻の素材がですね、コットンよりも約4倍ぐらい汗を吸収してくれるっていうことで、特にこれからの季節ぴったりな素材のストールかなと思います。確かにこの春からこの夏にかけてのこの間の季節っていうのって結構お洋服選びだったり大変かなと思うんですけども、ね、うんうん、そういう時にストールが1本あるとガラッとこう印象が変えられて、はい、素敵に使っていただけるかなと思うので、この初夏の季節からいっぱい使ってもらえるギフトとして送れたらすごく素敵かなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では早速次のテーマお願いします。はい、次のテーマはこちら、はい、お母さんにぴったりな彩りを送ろうになります。はい、というわけでもうすでにこちら目の前にかなりカラフルな小物たち並んでいますけども、はい、この中からお母様にぴったりな一つを選ぼうということで、はい、ね、そういうことです、はい、今回は、こちらの彩りウォレットのシリーズをご紹介したいなというふうに思うんですが、はい、じゃあ彩りのお財布3種類お作りしておりまして、うんうんうん、こちらの折りたたみタイプのもの、はい、あとはこちらの L 字でこう開くものタイプのもの、はい、ラウンド型で大きくお財布を開いてくれるものと、うんうん、3つのタイプでお作りをしています。なるほど、これだけ種類があるとかなり選びがいがありそうだなっていうのと、うんうん、全部グラデーションになっていますよね。はい、そうなんです、はい、こちらのグラデーションもですね、こう日本の四季をイメージしたお色味になっているのと、はい、でこちら全部で12色お色味作ってあるので、はい、この中からお母様にぴったりな1色を選んでいただけたらいいなって思います。なるほど、はい、あともう一つポイントがありまして、こちらの彩りウォレットは、はい、このグラデーションの感じ、この感じが一つ一つ同じお色味でも個体差があるんですね、うんうん、なのでそういうのも合わせてお母様にぴったりの一色一つを選んでいただけるとより素敵なギフトになるかなというふうに思います。なるほど、結構お財布の容量とか形ってかなりこうパーソナルな部分かなとは思うんですけども、はい、ご家族だからこそ知っているお母様だからこそ送れるっていうところで、はい、とても特別な素敵なギフトになるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、では最後のテーマになりますが、はい、こちらです。じゃじゃん、見て楽しい、食べて美味しいチョコレートを贈ろうです。はい、ありがとうございます、はい、早速なんか先ほどとちょっと似たカラーリングの、はい、並んでおりますが、こちらは何でしょうか。そうなんですよ、こちら実は先ほど の、はい、お財布と同じシリーズのチョコレートになっています、はい。なるほど、こちらチョコレートなんですね。はい、そうなんですよ、こちらチョコレートなんですが、先ほどのお財布と同じく12色のグラデーションでお作りしているものになっております。はい、でちょっとお色味がこちら、はい、自然由来のものでお色味とか味付けをしているので、お体へも安心してお召し上がりいただけるチョコレートになっています。なるほど、はい、これだけお色味も綺麗で体にも優しいとなると、うん、送る方ももらう方もすごく嬉しいギフトになりますね。はい、そう思います。こちら見るだけでもお色味グラデーションになっていてすごい楽しいかなと思うんですが、味も実は中身なんかこんな感じでチョコレートが入っているんですが、はい、この中のチョコレートも同じく味がグラデーションのような形になっているので、見ても楽しいですし食べても美味しいチョコレートになっているかなと思います。テーマのあれはそこだったんですね。そうなんです。なるほど、なるほど、チョコレートだと結構気軽に買っていただける方も多いかなと思うので、うんうん、ちょっとこうご自身で食べたい甘味だったりとか、うん、ご家族でみんなで分けて食べるのもすごい楽しそうかなと思います。はい、そうですね、はい、結構お選びもフルーツの味のベースになっているものから、うんうん、ちょっと珍しいユニークな味までいろいろあるので、はい、本当選んでいただくのも楽しいかなって思いますね。なるほど、せっかくだったらちょっと何とかこうセットにしてお渡しするのも楽しそうだなと思うんですけども、うんうん、ね、何かおすすめとかってあったりしますか。そうなんですよ、実は今回、はい、母の日用に3つセットのかわいい配色、はい、しています。こちらは、大花、春花、紫陽花というお花のをイメージした名前の味が3つ揃ったものになっていて、こういうちょっと母の日のなるほどカードも一緒につけさせていただいてます。かわいいですね、うんうん、なんかチョコレートなのですごく気軽にお渡しできるから、あ、はい、これまではずっとお花だけだったとかっていう方にプラスワンとか、ちょっと男性で母の日ちょっと恥ずかしいなっていう方とかにもおすすめできるかなと思うので、うんうん、まさに、はい、すごく素敵なギフトありがとうございます、はい、
はい、ということで本日はマザーハウスのプロダクトの中から4つのテーマで母の日のおすすめのギフトを紹介させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。でこれからもこのチャンネルではマザーハウスの商品のいろんなことを発信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。他にも SNS いろいろやっておりますので、よかったらフォローの方もお願いいたします。お願いします。はい、ということで皆さんぜひ素敵な母の日をお過ごしください。ありがとうございました。